切る蒸す焼く揚げる、それに加えてやっぱり世界でどんどん新しいテクニックっていうのが出てきて、割烹スタイルっていうのはいろんなテクニックを使ってやらなきゃいけないのがすごく大変です。いらっしゃいませ。Let me find the shrimp. お寿司だったらお寿司だけを作ればいいですし、天ぷらだったら天ぷらだけを作ればいいんですけど、割烹っていう、まあ、懐石もそうですけど、お刺身もあってお寿司もあって天ぷらもあってお肉もあって、できなきゃいけないことがすごいたくさんある。それを学ぶ時間、それを教えるのもすごい大変ですし、そう、京都にある教会席の料亭で基本的なことを学んで、それをもとに今やってます。将来自分がお店やりたいと思った時に、懐石はちょっと自分的には窮屈、もうちょっといろんなことやってみたいとか、お肉も使いたいし、いろんなことやってみたいと思って、割烹っていうスタイルを選びました。この2本は父が自分が料理を始めた時にくれた包丁なんですけど、こちらが出刃包丁、魚をおろしたりするやつに使う包丁です。こっちが、柳刃包丁、刺身に使う包丁です。でこれらは越前内刃物、越前竹麩の方で作られた包丁です。Fish of the day today is the grilled kime dai. やっぱりこの最先端の器具っていうのは、その正確にこうしたい、最終的に出来上がった料理、こういう料理にしたいっていうのにすごく大切な器具だと思います。焼き台だけはもう日本からこれが必要でわざわざ取り寄せたんですけれども、炭火と同じ波長で焼けるっていう、炭火だとだいたい1200度ぐらいになるんですけれども、これだと電気で900度まで、うちで使ってるお米は福井県池田町というところのコシヒカリです。 I think it's one of the best rice in JapanFrom my hometown, Ikeda. 一言で言うと美味しい、その旨味が多い、あともちもちした食感が特徴です。私の祖父はすごいもうそのオールドジェネレーションの頑固な人だったんですけど、昔はその日本っていうのは息子はその父のビジネスを抵抗しなきゃいけないっていうのがあって、うちの父はセーラーになりたかったんですけど、うちの祖父が自分のビジネスを継がせるために行かせなかった、そういうのがあって父は僕には絶対自分の店を継げっていうのは言わなかったんですけど、結局でも同じ料理人になったってことは、
DNA かなと思います。そうですね、お任せのメニューは月に一度で、コースのバランスが一番ですね。だいたいメニューの他の食材とかのバランスを考えて、決めてます。お肉はゲームミート以外だとその季節がないので、基本的な境界席っていうのはあまりお肉使わなくて、自分的にはすごく日本食の中に使ってみたかったので、他のジャンルのお店に行った時に、例えばイタリアンとかフレンチとかで、いろんな種類のお肉とか使ってて、日本食でもやってみたいなと思って、ゲームミートをよく使うのはやっぱり自分が好きだっていうのもあるんですけど、日本食であまりポピュラーじゃない、それをなんか日本食のテクニックとか調味料でこういうのができるっていうのをやってみたいと思うと思ったからです。イノシシの産地はテキサスです。酢もやっぱりちょっと脂分が少ない、最後の方にももたれないようにさっと食べれるようなもので、テンダーロインフィレの部分を選びました。Chilled Oban soup with lobster, scallop, and sea urchin from Hokkaido. ミシュランで星を取ったときはすごくびっくりしました。オクトパス with からしマスタードソース。店を開けたばっかりだったし、もう毎日やることがいっぱいで、豆腐ケーキ with shrimp, sea eel stuck inside in zucchini flour。 ミシュランの星を獲得とかもそういうことは全く頭になかったです。だから取った時はすごくびっくりしました。やっぱりこのレギュラーのお客さんだとか、あと友達とかシェフ仲間とか家族とか、Grilled abalone from Washington State with the abalone river based sauce. もともと宣伝というのを全然しなかったので、ミシュランの星をいただいてからすごくお客様に知っていただいて来てもらってるんですけど、Lightly seared baked fish from Oita, Japan.With grated daikon and shredded wasabi sauce. Sakai salmon from Kappa River, Canada. 食事が目的っていうより、そのミシュランの星の店でに行ったっていう目的で来るお客様も結構いらして、キンメダイ、ゴールデンアイスナッパー、プロッシュートソース。そういった方がやっぱりちょっと難しいのは、食事がやっぱり目的じゃないので写真だけ撮ってちょっと味見して、まあ、後いりませんとか、そういうのはやっぱりすごく悲しい方ですね。Grilled boar from Texas with red miso sauce and sancho pepper. Harasu gohan, grilled salmon belly with salmon roe, pickles and miso soup.
Alfonso mango from India, jelly made from a homemade plum sake. 自分がやりたいと思った初めてのレストランです。自分がやりたいと思った、割烹スタイルの初めてのレストランです。